って逃げるんだ。そんな、お父様を置いて逃げません。ギガファイナライザーはギルマリスを止める最後の鍵だ。こいつを奪われるわけには。逃げろ。逃げ、逃げるんだアイル、早く。この大地を守ってるの？お願いがあるの。こちらアイザキ。宇宙から飛来した謎の物体は予測地点に向け降下。現場に急行中。すれば撃つ。動かないで。悪いがデートはまた今度だ、お嬢さん。ごめん。行くぞ。おお、あいつが噂のウルトラマンジードか。大人工頭脳ギルバリスはあらゆる宇宙の知的生命体を抹殺しようとしている。捜索を続けていますが、本拠地サイバー惑星クシアの所在は未だにつかめていません。救助活動を続けている銀十字軍からの報告によると、ギルバリスは何かを探しているようです。何を狙っている。
ワイドゼロショット一丁上がり相当終了。なんとかあの惑星をギルバリスから守れましたね。ああ、しかしよ、ギャラクトロンってのはどんだけいるんだ。キリやねえな。ゼロ、お前がいた宇宙は大丈夫なのか。おう、ああ心配ねえとは思うが、あいつがジードがいるからな。今回もウルトラマンジードは大活躍でしたね。さすが人類のヒーローといったところでしょうか。そうですか。あ、負けそうだったように見えましたがね。あそこから逆転する作戦だったんだよ。ネットでも今回の結果に疑問の声が多く上がっています。でもあのロボットなんで消えたんだろう。ゼロもいないし、本当に一人で大丈夫？一人だからこそ頑張らないと。トレーニングしなくちゃ。やれやれ。リック、何か分かった？遭遇した宇宙人は捜索を続けているけど、まだ何も。ロボットの方は以前福井出刑が操っていたものとエネルギーの反応が酷似しているとの分析結果が出た。そいつの名はギャラクトロン。さっきお前らが戦ったのはその新型ギャラクトロンマーク2だ。セキュリティが甘いな。何者だ？ジャグラス、ジャグラー、怪しいものじゃ。怪しいか。今のところは敵ではない。手を貸せ、AIB。 何？ジード、お前もな。え？ペガモン？巨大人工頭脳ギルバリス。その正体は謎だ。こいつは全宇宙の知的生命体を抹殺しようとすでに数えきれないほどの星々を破壊している。僕が行ってやっつけてやる。ベリアルを倒したお前にもそいつは無理だ。なんでですか？ビカーズギルバリスにはウルトラマンの光線も効かない。何度か宇宙警備隊が追い詰めたが本体には傷一つつけることができなかった。おまけに本拠地である惑星ごとデジタル化しどっかへ消えちまう。それにギルバリスは破壊するだけじゃなくあるものを探している。え、あるもの？赤き鋼だ。俺は運力奴らが実体化するのに遭遇した。そこで次なるターゲット惑星ナンバー788、地球。地球？なんで本拠地？ちょっと野暮用があってな。こっちの地球に太平不動機はあるか？ありますけど。うん？太平不動機。地球各地のさまざまな伝説、伝承が記載された古文書です。こっちの地球ってどういう意味？平行宇宙、別の次元に無数の宇宙と地球が存在するのです。あ、ありました。赤き鋼、鉄の悪魔を打ち負かす赤き鋼。その力は人の手には負えず大地の守護神が封印した。赤き鋼はどこにあるの？沖縄だって。じっとしてでもどうにもなんない。行こう、沖縄に。どのような手段を使ってでも赤き鋼を見つけるのです。この惑星の知的生命体は滅びる運命にあるのですから。私とペガはギャラクトロンマーク2の探索を続ける。はい、こっちは任せてください。とは
は言ったものの、どこから手をつけたらいいのやら。いたや恋や恋なへさや。沖縄の伝統芸能エイサーね。ちょっと、あれって…レイトさん。どうして沖縄に？出張です。帰りの飛行機まで時間がありまして。荷物いっぱい。奥さんと娘さんにお土産ですか？はい。あ、そちらの方は？あ、宇宙人のザグラーさん。はじめまして。私、谷丸商事営業部の伊賀栗レイトと申します。パパさんは営業か。いい沖縄土産があったら教えてくれよな。え？いきなり？で、そうだ、リック君、ニュース見たけど大丈夫？やっぱりゼロさんがいないと。僕一人でも大丈夫です。リック、一人で背負い込まないで。私たちにも何か。じゃあ、あのロボットとどうやって戦う？この地球にウルトラマンは僕一人しかいないんだ。リック君、あのロボットの件で調査に来たんだけど、どこから始めたらいいのか。古い伝説が関係してるんだけど。それなら知り合いにいい人がいますよ。営業先の人なんですけど、子供たちのためにアウトドア教室を開いていて、沖縄の伝説や自然にすっごい詳しいんです。こんなところで待ち合わせ？お待たせしました。あ、すいません、急にご連絡しちゃって。いえ、こちらが神話研究サークルの。はい、いや、はい。はじめまして、私は比嘉アイル。あ、朝倉陸です。よろしくね、陸くん。アウトドア系お姉さん女子。どうも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 、ニコニコ神話研究会です。どうも。あの、赤き鋼の伝説について調べたいんですけど。赤き鋼？私も詳しいことは。でも、そういう伝説のある場所を回ってみる？何か手がかりがあるかも。ぜひ。わあ、沖縄にはいろいろな伝説があるんですよね。ええ、アマミキヨとシネリキヨという神が天から降りてきて大地を作ったとかね。天から降りてきたって。なんだか宇宙人みたい。よーし、琉球王朝時代、このような場所で祭事が行われ、人々が祈りを捧げてきたの。へえ。何をお祈りしていたんですかね。あ、多分みんなが元気で幸せでいられますようにってお祈りしてたんじゃないかな。アウトドア教室をやってるって聞いたけど。アイルさんは自然が大好きなんですよね。はい。どうしてですか？命を感じるからかな。大地から生きる力を感じる。たく
さんの命と一緒にいるって思えるから。これは？なんか置いてある。まさか赤き鋼？とにかく確かめてみよう。うん。何も起きない。ここは男の僕。どいてよ、パパさん。赤き鋼は正しい心を持った選ばれた戦士にしか使えない。だったら俺はダメじゃねえか。またこのパターンか。アイルさん、どうして赤き鋼のことを？ついにここまで。見つけました、赤き鋼。みんなこっちだ。早く。うわ、じーっとしてでも。あの女は宇宙人だ。
張るんだね。みんなを守るために鍛えなくちゃ。ハイレさん、よかった無事だったんだ。リク君、ウルトラマンジードでしょ。なんで知ってるの。あなたのことずっと見てきたから。大変だったでしょ。まあ確かにいろいろ戸惑ったりもしたけど、僕にはヒーローのお手本がいたから。ドンシャインっていうね。 Here we go。 知ってるよ。爆裂戦機ドンシャイン。本当に。ギルバルスによりたくさんの命を失った。それでも希望を捨てずアイテムを開発した人たちがいたの。アイテム。それがあなたもよく知るギガバトルナイザー。ギガバトルナイザー。それってベリアルの。そう。それと対になるのが、この赤き鋼、ギガファイナライザー。これは正しき精神エネルギーを増幅させ、その人の持つ本来の力を最大限に引き出す無敵のアイテム。しかし使用できるのは選ばれた者のみ。リク君ならきっと。僕は地球を守りたいんだ。僕に力を貸してくれ。ここならギルバリスの情報を持っている奴がいるはずだ。ここはね、違法滞在している宇宙人たちが密かに集まっているエリアだ。情報屋を探すから待ってて。何にいたします。ミルク、ホットで。ペガモン。ミルクだとよ。チャグラーさん、なんか変な雰囲気ですよ。おい、地球人のメチャ、俺と一緒に遊ぼうぜ。あなたの身の安全のためにもそういうことはしない方がいい。Shall we dance? よし。はい。ああ、待って。Thank you.
慌てるな。腕の振りが大きすぎる。もっと肩の力を抜いた方がいい。え？てめえ何者だ。俺か。ガイ、くれないガイだ。やらせれ。久しぶりだな、ガイ。何しに来た。俺も宇宙の平和を守ってみようかな。なんてね。一杯どうだ。最高。世話が焼ける奴ら。くれないガイ、あなたはウルトラマンオーブ。僕朝倉陸、ウルトラマンジードです。はじめまして、ジードさん。ちょっと待って。え、俺のが先輩だよな。ジード、ジードさん。え、どっちがいいかな。どっちでもいいだろう。それであなたがなぜここに。俺がいた地球もギャラクトロの襲撃に遭いました。奴らが一体どこから来てるのか調査したところ、ギルバリスに行き着いたんです。なるほど。で、ここの情報屋に話を聞きに来たと。ええ。はは、僕のネタ高いよ。持ち合わせはあまりないのだが、まさか。忘れました。出番だぜ、パパさん。頼む。何万年も前の話、惑星クシアって星があった。クシア人はものすごく頭のいい人たちね。ものすごい人工頭脳を作って宇宙に永遠の平和を築こうとした。それがギルバリスね。ほほほ。レイト君、ギルバリスはクシア人に反乱反旗を翻した。宇宙の平和のために知的生命体はお邪魔もして判断したね。よよ、もう一枚早く。クシアの科学者は対抗するためのアイテムを開発した。それが、それが、ははん？よっ！やっ！ふっ！あっ！よっ！
か伝説の赤き鋼ね。赤き鋼の開発者の一人娘は串屋人最後の生き残りとなった。その人がアイルさん。やっぱり赤き鋼がないと勝てないのかな。大丈夫だ、言ったろ、僕が絶対地球を守ってみせるって。あ、僕ずいぶん長い間一人で旅をしている。ガイさん、誰かと深く関わること、その誰かを失うことを俺は恐れていた時もあった。まあそんなのは俺の思い込みだったんだけどな。ウルトラマンだって完璧じゃない。一人でできないこともある。言ったろ、肩の力を抜けって。この近くにいい風呂屋があるそうだ。どうだ、ひとっ風呂浴びてさっぱりしてくるか。いえ、今はそんなことをしてる場合ではないので。風呂上がりのラムネは格別だぞ。ありがとうございます。でも僕なら心配いりません。絶対にみんなのことを守ってみせます。そうか、じゃ風呂はまた今度な。はい。レイト君、協力感謝する。経費で落ちるかな。そうなの。 あれなんだろう。あの惑星はギルバリスの本拠地、サイバー惑星クシオ。アイルさん、ジードのいる地球にギルバリスが。ウルティメートフォースゼロを向かわせるのだ。はい。私はギルバリス。宇宙に永遠の平和を築くことを使命とする。この星の知的生命体とその文明生態系を害悪と判断しました。よってリセットを行います。リク、行くぞ。はい。じっとしててもどうにもならない。ウルトラマン、ウルトラマン、ジード、視界の力お借りします。ジェルディ確保。ウルトラマン、ジード、ウルトラマン、ジード。
見ろ、バリアが張られていく。マジか。このままでは地球に降りられなくなる。よし、ゼロちゃん、ゼロ、相変わらず無茶な真似を。僕たちはここから見守るしかないのか。頼んだぜゼロ、オーブ、そしてウルトラマン、ジーグ、ジータ、あ、そうだ、ジード。さすらってるみたいだな、ね、主役は遅れてくるってやつですか。さあ行くぜ、俺たちのスーパーノヴァ見せてやろうぜ。はい、はい、しゃっ、ほらダメリムスマッシュ、しゃっ、アタッカー2件ホラーミスト、ヘッド、救出に行きます。頼んだぜ、こっちは任せる。3つの光の力お借りします。オーブトリニティ11。ゴムラーマン、ジード、オーブさん、まだだ、みんながOh!
現在沖縄以外の全ての地域は謎の惑星によりサイバー侵食され連絡も取れない状況です。ですが私たちは情報を送り続けます。沖縄の皆さん頑張ってください。アイルさん、ずっとそばにいてくれたの。よかった。大丈夫？リク。ゼロとガイさんは？僕のせいでカイさんが忠告してくれたのに、それを無視して僕はウルトラマン失格だ。僕はヒーローなんかじゃない。そんなことない。リック、あなたはだってそうじゃないか。僕は街を人々を守れなかった。マーク2より強いんでしょ。ギルバリスは僕一人じゃ地球は守れない。リク君来て。この星の人々は平和を、幸せを祈り続けてきた。時に過ちを犯したとしても常に希望を抱き決して諦めなかった。この星でならギガファイナライザーを使える正しい人に出会える、そう信じて探してきたの、あなたを。石化は解けなかった。僕は選ばれなかったんだ。勝手なこと言ってるって分かってる。私にギガファイナライザーを使える力があればあなたしかいないの。宇宙を、この地球を、そして命をギルバリスから守れるのはあなたしか。僕にはあなたは大事なことを忘れてる。どうしたの、レム？周辺に無数のギャラクトロンが転送されています。沖縄の皆さん、今度は数体の怪獣が沖縄各地に出現したもようです。至急安全な場所に避難してください。繰り返します。今度は総力を挙げてギガファイナライザーを奪うつもりか。アイルさんが危ない。20時間経ってない。まだリックはジードになれないのに。リック、ここ危ない。ペンダント貸せ。早く。こいつには生命のエネルギーを増幅させる力があるんだ。リク、てめえは戦わねえのか。僕は臆病者だ。引っ込んでろ。
やっぱりな。宇宙の平和を守るんじゃなかったのか。守り抜いた後でてめえをぶっ潰す。勝手にしろ。行くぞ。俺の心配なんざ2万年早いぜ。間一髪シャイニングの力で時間を超えてお前らを待ってたってわけだ。ただ一度シャイニングになるとダメージがでかくてな。久しぶりに頼んだぜレイト。はい、喜んでゼロさん。ブラックボールが吹き荒れるぞ。リク、みんなリクを信じてる。初めて会った時から覚悟は決めてた。勇気燃やして頑張ろう。お前に限界はない、リク。衝撃を見せてやりましょう。リク、みんなの光り輝く希望を守るんだ。リクは自分の運命を変えた男でしょ。じっとしててもどうにもなりません。
カさん。リク君、君は一人じゃない。たくさんの素敵な仲間がいること忘れないで。アイルさん。間違ってた。みんなを守らなきゃって、一人で頑張らなきゃって言いじゃって、周りが見えなくなって。リク君は運命に抗い未来を変えてきた。でもそれは支え合う仲間の笑顔が力になってくれたからできたこと。一人じゃない。あなたたちならできる。だってあなたたちはみんなで。僕は強くなる。じーっとしててもどうにもならねえ。アルティメイトファイナル。アルティメイトエボリューション。つなぐぜ、メガイ。この力はサイバー空間で吸収したウイルスがギガファイナライザーにより増幅、ジードのパワーへと変換された模様です。ようやく主役の登場か。役者が揃ったようだな。行くぞジード。はい。地球上に転送されているギャラクトロン残り5体。4 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 4
エメリウムスラッガースプッシュブルトリニキューブゴーリンジャッジで決める。クワトロスラッガーバルキリーコーラス、うん、宇宙の平和なんか知るか。無事か。はい、残るは親玉だけか。お願い、リク。ギルバリツ、宇宙に永遠の平和を築くため不要な知的生命体は全て抹殺します。やれるものならやってみろ。俺たちがお前を止める。アイルさんが望んだ宇宙の平和のために。ゼロたちが始めたようだ。よっしゃ、俺たちも派手にぶちかまそうぜ。私は華麗に行かせてもらうよ。最強光線発射。うわステキ生命体は平和を望みながら争いをやめることも星を汚すこともやめられません。矛盾と欠陥を抱えた弱い存在、宇宙の平和のために全てをリセットするのです。軽屈なんだ、死んだことか。破壊の先に本当の平和は気づきをしない。には欠点もある。欠点だらけさ。ライハは健康のために食べ物に気をつけろって言ってるくせに、自分はつまみ食いするし、ベガは都合が悪いとすぐ影に隠れるし。ベガ、レイトさんは星雲層で仕事サボるし、モアは落ち込むと僕のラーメン焼き食いするし、ゼナさんは未だに怖いし。あといくつ食べるつもりだ。行くぞ。M は融通効かないし。早く勉強してください。僕もダメなところだらけだ。でもみんなは僕を信じてくれた。信じて頑張ってくれた。僕はみんなと生きていく。
レイビーム。ウルトラマンジードのエネルギーが増幅しています。理解不能、エネルギー増大、計測不能。ヤツの装甲を破壊するぞ。はい。オーブスプリームガルバー、ゼロツインシューター。理解不能、理解不能。はっ、デザイオン最強の遺伝子。はっ、謎の惑星が消滅しました。東京や沖縄、世界中でサイバー化されていた町や人々が元に戻っています。ウルトラマンジードです。ジードとウルトラマンたちがまたも世界を救ってくれました。ありがとう、我らのヒーロー。ゼロとオーブ、そしてジードがやってくれました。ジードも一人前の光の戦士になったようですね。我々の未来を託せる新たな勇者の誕生だ。これにて一件落着。よくやった。ありがとうゼロ、ウルティメイトフォースゼロ。いいってことや。騎士として当然のことをしたまでだ。前立つなよ。どうしたの兄さん。いや、誰かに似ているような。ちょっとすまないが、ジャウファイトと言ってみてくれないか。え、急に何言ってんだこいつ。確かに、ジャウファイト。何か違う。なんだそりゃ。確かに。おめえどっか壊れてんじゃねえのか。焼き鳥。焼き鳥ではない、ジャンボットだ。ああ、うるせえな、ったく。はい、どうもすいません。とにかく、この地球は任せたぜ。行く。いや、ウルトラマンジード。はい。出発。ウルトラ兄弟になりてえな。うるさいぞグレン。ちょっとちょっとちょっと、皆さん、お土産、お土産忘れてますよ。僕には仲間がいるんだ。みんなとならどんなことだって乗り越えていける。そうだよね、アイルさん。僕たちはみんな、みんなでウルトラマンなんだ。溶けてる世界と擦れた傷は飛んで誇らしく
前さんそんな趣味持ってたんか。ちげえ。沖縄土産だとや。はあ、てめえより先にギルバリスの弱点見つけてやろうと思ったらとんだ災難だぞ。相変わらずだな。てめえを倒すまで死んでも変わってやるもんか。あーばよ。精霊こんなページ前はなかったのに。